俺ね、この業界割と危ないんかなと心配しとる業界が2つある。一つパチンコ業界ね。熱血コンサル基礎産業、帝国データバンクで倒産情報を扱う部署によると、2024年以上に2025年の小規模事業の倒産が増えるということで予測を立てています。理由としては、原材料高に加えて金利上昇がプラスされるということが原因みたいなんですけども、中小企業にとって金利の上昇というのは事業継続にどの程度影響を与えるものなのでしょうか。これはなんか金利が上がることっていうことが原因じゃないんだよな。金利が高くてもやっぱり生き延びていけるっていう会社があるんですね。今日はその辺について解説していきたいと思います。今日はこの5つのことについてお話ししていきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。それでは早速始めていきましょう。市場の金利が上がったらどのぐらい融資の金利が変化するかっていう話なんだけど、実際この間日銀の上田って人がね、やった分でいくと 0.25 上がったの。0.25 上がったってことは、で今市場の金利って言ったら 0.125 ぐらい上がっとるって感じよね。だからまあ 0.25 上がると 0.125 上がるっていうことは、まだ上げきれてないってことよ。これがなかなか難しいところで、なんでかというと銀行多いから競争するんだもんね。でいいところに関してはもう大体もうみんなチンパンジー金利だから、じゃあ 0.125 上げさせてくださいねみたいな、その分なんかお金払ってからもうこれ返済しますよと、もうねだらばいよと、もうオタクとはみたいな、バイバイねみたいな形になっちゃうのが嫌だから金利を据え置くみたいなことがあるんだよね。だからまあ市場の金利がまあ結論 0.25、 この度上がった実績で言うと 0.125 ってことだから、まあ半分ぐらいって感じかな。じゃあ日銀がまたこれ、さらに石破って人が今総理になったけど、キングオブ緊縮っていう人がなっとるけどね、これあの人なんかもっと締めてくると思うよ。 0.5 とかさぐらい上げてくんじゃないの。 0.5 とか 0.75 とかさ上げてくるんじゃないの。そうなってくると、まあそれの約半分ぐらいが金利が上がってくるってことよね。まああと銀行の体力もそこまで耐えれんっていうことはあるかもしれないけどね。まあ今基準は 0.125、 上がった分の半分が上がってるっていうことになるよね。あと金利の上昇は中小企業の財務にどのぐらい効いてくるかっていう話なんだけど、これ結論ね、そこまで影響せんのんよ。どこでわかるかっていうと、その他営業外利益の支払い利息っていうところだろ。支払い利息っていう点、1億借りて 1% でも10が1000万で 1% で100万ってことだろ。で100万円が1年間で出ていくって、でも1億借りれとるわけだから、それで粗利3割ぐらいの仕事をやっとけば差額がまあ早い話 29% ってことだろ。これね、利回り計算しないとダメなんだよ、自分の事業ね。だからおかしいことになるんだというふうに俺はいつも思っとる。建設業だろうが飲食業だろうがちゃんと利回り計算できるはずよ。だけど利回り計算できてないからこういう話が必ず出てくるんだよね。金利の上昇が財務にどれぐらい効いてくるかって言って、そこでは効いてこないんだよ。金利の上昇が起きるとどんなことが起きるかってことなんだよね。大きい会社とかお金がいる会社っていうのが増えるんだよね。でそっちに資金が行くんだよね、儲かる会社に。だって金利上昇して OK を言ってくれるところじゃないとお金貸さんようになるじゃん。そうなってくると、いやもったいないからとか言ってる人のところにはお金が一つも回ってこんようになるんよ。こんなに俺はいい話があるのに、なんでお金貸してくれないんだというやつがいっぱい増えるわけよね。そういう人が自利品になっていって潰れていくっていうケースが多いってことだよね。金利上昇が財務に効いてくるっていうのは、その他営業外利益のところにしか効いてこないんだけど、調達金額が少なくなるから、調達金額が少なくなるってことは、1億持っとる人と1000万持っとる人とだったら1億持っとる人の方が儲けれるじゃんか。だからそういうところがあるから、事業がやれる範囲が狭くなって、優勝劣敗の差がどんどんでかくなって潰れていくってことになるんだろうと思いますよね。
過去金利が上昇したタイミングで金利の上昇が原因での倒産というのは、増加していると現場で感じたことがあるかという話か。これはね、どっちかというと金利の上昇がいうのはあんまりないね。でも例えばよ、俺ね、この業界割と危ないんかなと心配しとる業界が2つある。一つパチンコ業界ね。パチンコ業界は売り上げで入ったものと、その支払うもの、支払ういうのは当たった人に還元するものが原価になるわけじゃんか。売り上げ引く原価、払った額っていうところ、玉買うのに入れたものから出たものが、そのお客さんに出玉を還元したものの差額っていうのがあらりなんだけど、大体日本のパチンコ屋さんって還元率が88とか7とかじゃったと思うよね、確かね。だから13とかぐらいだろ、あらりが。今多分ダイナムとかって売り上げ半分ぐらいになってんじゃないの、かつてのピークと比べて。だからそうなってくるところに減ってきたからっていうことで利回り上げんといけんよことだから、 85% ぐらいになっとるはずなんよ。多分もっと減っとるかも、8割ぐらいになっとるかもしれんよ。もう全然出ないってことなんですよね。こちらもうどんどん客離れが進んでて売り上げ下がってくるんだけど、それに伴って人件費が上昇して金利が増えるわけだろ。で、金利って普通のところの金利が上がるだけじゃないんだよ、実を言うと。もうああいうパチンコ業界って。台のリースとかさ、こういう手数料が上がるじゃん、だって。台なんかまた買って、しかも新紙幣になってさ、渋沢栄一になっちゃったからさ、からその台のその現金入れる機械だけじゃなくて、古いとこなんかまるっと買えんといけんから、そりゃ厳しいと思うよっていうのが一つよね。あともう一つは、その俺人材派遣業が厳しいと思うよ。人材派遣業の平均あらりって多分3割とかぐらいじゃないのかな、俺がいろいろ見てきた中で。中堅ぐらいでよ。しかもそういうとこって大体人材紹介業とかさ、人材コンサル業とかさ、そういうとこやって複合的にやって3割とか、そんな感じなんよ。調達金利が上昇するっていうことはそれだけでやられるよね。もう3割しかないのに 3% とか 1% 上がっただけでもう29とかぐらいになるわけだからね。その他に金利で影響するところっていうのは人件費とかね。人件費っていうか普通の人件費じゃなくて、例えば派遣業で行くと有給とかね、有給の負担とか社会保険料とかいうようなところが多分2割とか、そんなもろもろ引いたら20ぐらいじゃない、20もいかんか、17とか8とか言って考えて、ほんならもう最終的なあらりっていうか営業利益ベースで考えたらもう 3% ぐらいしかないとか、そんなとこめっちゃ増えると思うよ。なそこが営業利益 3% のところに 0.25 とか取られるわけだから、それは厳しいっていう風になると思うよね。何が言いたいか言うと、そう、規模を取らないと儲からないとか、業界的に社用産業に行っとるとか、売り上げをこうどっかに握られとるとか、そういう風な業界はすごく厳しくなるんじゃないかなという風にはちょっと思いますよね。だからそういうところが結構倒産してくるっていうのはあると思うし、うちの相談者も割とそういうところが多いかな。倒産うちはさせないから、うちが資金持ってるから。だけど出口まで持っていってる業界っていうところはそういう業界が多いかなというふうには思いますよね。まあ、社会でだいぶ金利がどんどん上がっていって、で、まあ、銀行の金利も上がってきてるという話で、これ会長、日銀の金利っていうのは大体何パーセントぐらいが正常だと思われますかっていう質問をしたいのと、あとそういうふうに物価もどんどん上がってきている中で、企業もサービス商品の単価をどんどん上げていく必要があると思うんですけども、この値上げをするタイミングっていうのはどういうふうに測っていったらいいのかっていうのと、このお客さんや、まあ、取引先にこう説明する意味で、まあ、どういうふうに社会全体にもちろんそういうふうに値上げの兆候になっているんで当然分かっている部分もあると思うんですけど、どういうふうに値上げをする理由を説明していったらいいでしょうか。これはね、もう結論これしかないと思っとって、今までのお客さんは継続してこの価格でやりますよいう考え方よ。だけど新しく取引をするところっていうのは値上げして集めるって感じよね。だけどセルス値上げやるんよ。
この価格は今までのお客さんは例えば1万円で買ってもらっとって、新しいお客さんは1万5千円にするとしよっか。ほな新しいお客さんのところにもパワーかけていくんだよ。で今までのお客さんっていうところは例えば2人で担当しよったとこ1人で担当させるとかいうことをやらないといけないと思うよね。よくあるのがポテトチップスなんかそうじゃん、なんかね、100円だけど中身が少なくなるみたいなね、いうような話をね。売上の細分化を図って集客をしっかりやりましょうっていうことと、それと別にその価格を新しいところを上げていくっていうやり方が一番いいかなというふうには思うよね。だから営業しないとダメなんだよね。もうライトニング営業しないとダメなんだよというふうには思う。今のその日銀の金利がいくらが正しいかっていうのはちょっとわからんわな。わからんけど俺の意見よ。今までが金利が低すぎんだよ。逆に俺思うけど 1% くらいあってもいいかなっていうふうにぶっちゃけ思っとるよ。となると今銀行は上げた分の半分ってことだからさ、まあ、0.5 の上昇みたいな感じになるじゃろ。日銀が 1% くらい付け出すと日銀の預金の方の金利も上がってくると思うんだよね。そうなってくるとみんな日銀にお金預けるようになるよ。チンパンジー金利出すんだったら日銀に預けた方が硬いじゃん、安く集めてさ、いう風な話になるじゃん。そうなるとますますその市場にお金が集まらなくなるからデフレに回っちゃうっていうことあるかもしれんよね。だけどまあ 1% くらい上げてその中で生き残れる企業っていうところ、生き残りをこうかけてやっていかないといけないんだろうというふうに思うし、日本にそういう産業がまだ育ってないっていうのも事実だから 1% くらいまで上がるぐらいの景気の加熱っていうところは必要なんじゃないかなというふうには思いますよね。今金利がこう上がってる上がってるっていうところで、まあ、本当にゼロというか、まあ、ある意味異常事態から正常に戻るみたいな過渡期みたいな感じだと思うんですけど、ちなみに会長が新金に入られた時の大体の金利ってどれぐらいだったの？いやこれがね実を言うと狼少年みたいに金利が上がる上がる言ってから上がらんかったんだよな。入行した時は住宅ローンの10年固定が 2% くらいだったよ、覚えてるよ。 1.3 ぐらいよ3年固定が、まあ、そこから一番下がっとるわけよ。今イオン銀行のあれなんかももっと低いもんな、 0.4 とか5とかぐらいじゃないの、0.26、マジで合ってないようなもんじゃん、こういうような話なんよ。だからすごい下がってる。だから金利上がる上がるって狼少年だったんだよね。俺も上がるかもしれないから10年固定にしましょうとかずっと言ってたんだけどね。だけどそれがずっとこう10年固定にしとる人っていうのは今までは損しとったんだよね。でもこれから得すると思うね。上がっていくと思うから。ちなみに定期預金の金利がね 0.2 ぐらいだった。キャンペーン金利が。積み立てがね 0.17 ぐらいだったよ。積み立て名人っていう商品があったの知っとる、3代目の。もう全国の信用金庫積み立て名人やっとんじゃないかな。みんなあったら信用金庫勤めてる正体教えて、ちょっとね 0.17 ぐらいだったよ。今どうなんだろうね、また教えてちょっとね、っていう風に下がったよね。そうって考えたら3代目ね、激下がりよ。 0.02 とかですかね、僕らの定期が 0.02、0.02 ってタダで預けてくださいみたいなもんだよね、3代目な。利息は僕の笑顔でみたいな感じだよな、なんかな。それで考えたら、まあ、金利があった方がいいんだよ、絶対。企業にお金を押し込んでって使ってくれって言っても使わなかったっていうのが日本の企業の悪いとこで。で、勝てる会社っていうのはもうどんどん投資家からも集めて利回りのでかい仕事っていうのをずっとやってんだよ。でも、一般のことしか思いつかない人っていうのはやっぱり儲かることをやれてない、お客さんの細分化、お客様作りができてないっていう会社は、やっぱりもったいないもったいないってことで言って、こう、だんだんシュリンクしていってっていう形になるんだろうというふうに思うよね。だから今日のまとめなんだけど、金利の影響ってあんまないっていうふうに思っとって、金利の影響がない代わりに別のところで起きるのよ。そういう強い会社が要はたくさんお金を借りるようになるから、零細企業までお金が回りません。そうなると投資するものが少なくなってシュリンクして倒産しますと。だからそうならないためにも、要はお客さん作りを今やっておきましょうというのが今日のまとめということになりますよね。そういうことで最後まで見ていただいてありがとうございました。
うちの会社は普段資金繰りとか資金調達にかかるチャンネルをやっておりまして、今やっぱりちょっと資金困ってるとかね、資金調達したいという方いらっしゃいましたら、うちが資金持ってるんで、そこの部分をつないでいきたいと思っておりますので、この上の電話番号か概要欄にリンクを貼っておきますので、よろしくお願いします。それとグループコンサルやっております。 KCG 経営塾っていうオフ会とかも含めていろんな情報を発信してるんですけども、主に LINE で発信しております。 LINE のお友達登録をしていただけたらというふうに思っておりますので、よろしくお願いします。最後に面白かった、興味が持てたという方はですね、チャンネル登録とベルマークの通知登録をよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。1000万やったら50万よ。同じ1000万で 3% って言っても、毎月こう下手すれば毎月こうロールするってこともあるんだ。最後まで見てもらってありがとうございました。高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。資金繰り経営のご相談は概要欄からお願いします。公式 LINE 始めました。各種セミナーの案内をやっておりますので、ぜひ登録の方よろしくお願いします。